皆さん、こんにちは。モカニャンです。今回もドラゴンズドグマオンラインの実況していきたいと思います。今回はですね、メインクエストの方をやっていこうかと思います。なんだっけな、条件が、各ジョブ、全ジョブのいずれかがジョブレベル52以上で、メルゴダーのエリアランク3以上ということで、こちらがね、もう頑張ってやってきました。もうエリアランク上げてきました。ということで、受けれるようになったので、メインクエストの方をやっていきたいと思います。お任せします。で、今回の、パーティーメンバーなんですが、チャビとヒデさんと、で、今回、実況初参戦、リュウタさん。リュウタさんです。で、まあ、リュウタさんは、レーゼで、ちょっとね、私がちょこちょこやっていた時に、実況見てます、動画見てますということで、声をかけていただいて、あ、違うね。コメントか。動画のコメントをいただいて、その時に、よかったらフレンドどうですかということで、合流をしてフレンドになった視聴者さんです。まあ、ありがたいですね。ごめんなさい、間違えましたね。さっきね。はい、コメントをいただいて、フレンドになりました。お、やばい、もう、しょっぱな、もうちょっとグダグダだよ。まあ、ということで、はい。まあ、今回はこのメンバーでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、じゃあ、やりますか。黄金の鍵ということで。よろしくお願いします。よし、やりますよ。行きましょう。何?まあ今回はね、私のメインクエストなんですが、どうなんだろう、みんなで一緒に行けるよね、ちょっとね。オッケーオッケー、行きました。まあちょっとね、仕様が変わって、行きましょう。パーティーリーダーじゃなくても、同じ、同じ進行度っていうのかな、の、メインクエスト、の場合は、リーダーじゃなくても、メインクエストクリアになるということだったんですが、チャビがね、ちょうど私と同じ進行度なんですが、条件を満たしてないので、多分一緒に、クリアということにはならないですよね、多分ね。まあ、とりあえず、受注はできたので、よろしくお願いします。まあ、とりあえず、メール5段に行くということなので行きましょうか。まあ、ちょっとね、よくわからない仕様だったりするんですが、まあ、いいか。とりあえず、受注できたから、いいや、行こう。さて、クラウスを訪ねるということなんですけど、どこ?こっち?で、今回ね、黄金の鍵というクエスト、メインクエストなんですが、はい。フレンドさんの話によると、はい、戦うらしいですよ。ついに、あれと。あれとね。まあ、それはね、見てからのお楽しみにしていただきましょう。わかる方はね、わかると思うので、あれなんですけど。知らない方はね、見てからのお楽しみということで、楽しみに待っていてもらおうかな。さてね、大丈夫かな?一応ね、
レベルが52?53? 推薦レベルが52とか53だったかな。なので、私の、まあ、今回ファイターで行くんですが、ファイターがね、今53。うん、53です。あと2万ちょっとで54なんですけどね。54に上げてからにした方がよかったかな。いや、でもね、3月10日に、新しいアップデート、うん、1.3 の、バージョン 1.3 のアップデートが入るので、それでまたね、新しいジョブが追加だったり、エリアとか、ま、いろいろ追加になるので、それまでにはちょっとね、メインクエストを進めようかなと思って、今回ね、メインクエストの方をやっていくわけなんですが、いや、大丈夫かな?心配だな、ちょっと。巨人兵の居場所に関する情報を探す。さて、探す?行きますか。大丈夫かな?もうね、もう何と戦うというのがね、私は分かっているので、戦ったことはないですが、何と戦うというのは分かっているので、大丈夫かな?よろしくお願いします。あ、通り過ぎた。ちょっとね、苦手系の敵なんですよね。大丈夫かな?まあ、ちょっとね、足を引っ張らないように頑張りたいと思います。さて、巨人兵ゴリアテ。やだな。ワールドクエストを1個クリアする。ワールドクエスト?納品系じゃダメ?それはちょっとダメかな?どうしよう。ワールドクエスト?どれがいいかな?なんか、早そうなやつがいいかな?どうしよっか。すごい、さすがヒデさん。ナイスです、ありがとう。もうね、リンドを倒しに行こうかってリュウトさん言ってたんですが、ヒデさんが納品系のワールドクエストをやってくれました。ありがとうございます。いやー、早い。あっという間にワールドクエスト1個クリア。さて、あれ?どこだ?オッケー。ゴリアテの居場所を教えてくれるということなんですけどね。巨人兵のいるボートメルゴダ、王宮層へ向かう。さて、ついに行きますよ。ゴリアテと対決でございます。まあ、相変わらずね、回復薬はたくさん持ってきているので、なんとかなるとは思うんですけど。頑張ります。なんとかなるかな。よいしょ、ここですね。オッケー。よし、じゃあ行きますか。行きましょう。よいしょ。お、ナイス。ちゃんとね、アビリティも、ファイターのアビリティにしてきてあるので、大丈夫だと思います。
もう前はね、うん、アビリティ付け替えるの忘れてたとかで、メインクエストやってたような気がしたので、もうそれはね、もう大丈夫ですよ。もうそんなことはもうないですよ。うん、大丈夫大丈夫。さて、ここです。ここについに入れるようになるわけなんですが、よし、じゃあ、行くよー。オッケー。ふぅ。まあ、この間ね、うん、前回、太鼓の強者の、グランドミッションの方を実況撮ってきたんですが、まあ、なかなか、うん。なかなかね、いい具合にいけたと思いますよ。太鼓の強者、グランエントね。うわぁ、出た、これ。おぉ、なにこれ。これ。これ、どこ狙えばいいの？ちょっと待って。ちょっと待って。痛いよ。待って。これもやっぱポッチ？ここ？ここかな？これも、ちょっと待った。ちょっと待った。危ない危ない危ない。お、ナイス！よいしょ。これもポッチ狙うのかな？うわ、全然ダメージいかない。これきついね。さて、ちょっと回復しておこう。危ないかも。どう？ここでいいんだよね、きっとね。危ない危ない危ない！ちょっと待った、ちょっと、ちょ、これ、攻撃パターンがわかんないから、すごい困るな。ここでいいんだよね、多分ね。うん。待って、なんか来てない？なんか来てない？ちょっと待って。他の敵来てる？え、もしかして倒した？オッケー、これで、怖い怖い怖い、なんか来そう。あ、どこに当てても大丈夫っぽい？大丈夫っぽいね。オッケー。あ、ダメだ。え、ちょっと待って。どこに当てればいいのこれ。待って、どこ？どこに当てるの？待って、どこ？これ。ここでいいのかな？なんか、ダメージいかないんだけど。頭？違う。このポッチ？ここにあるよね、ポッチね。これ狙えばいいのかな？ここ？いやー、硬い。硬いよ。ダメージ全然通らない。あ、どこ？どこに当てればいいのこれ。頭かな？頭行ってみようか。あら、倒した。おっと？もしかして？倒した？あー、レオだ！新人各社だなって、どういうこと？レオどうしちゃったの？まさか、記憶がないとか言わないよね。痛い。びっくりした今。なにどういうこと？これ、これどこ行けばいいんだろう。どこ狙えばいいんだろう。頭かな、やっぱり。とりあえずね、ワンパンしないからまだいいかな。うん、ワンパンしは、しないから、まだいいけど。怖いね、これ。危ない危ない。どこ狙ったらいいかな。よいしょ。さて、
もう、ま、待って待って待って、なんか痛いんだけど、なんか痛いんだけど、なんか痛いんだけど。ちょっと待って。なんか痛かったんだけど、もうびっくりした、もう。怖い怖い。もう、感電しちゃった。やだ。痛い痛い。お、感電治った。もしかしてあれかな？あ、痛い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 。リュータさんが感電直してくれたのかな？え、エレアチャって直せるのかな？さてと、さてと。いや、硬いね、やっぱね。ダメージ全然いかないんだけど。痛い。痛いよ、ちょっと。怖い、怖い、怖い、怖い。うん。この頭ね。なんかガスバーナーみたいになってるけどさ。さて、さて、あ、やっぱ頭だね。うん。お、ナイス、オッケー。ラストスパートかな。これでいけるんじゃないか。いけるか。もうちょっと、もうちょっと。いける。よし、オッケー。ふぅ。ゴリアテね。うん。え、レオ、さっきのどういう意味？新人格者だなとかって言ってたけど。黄金の鍵手に入れました。いやー、よかった。ちょっとね、もしかしたら死んじゃうかなと思ったんですけど、はい、死なないでできました。よかった、ありがとうございます。さて、じゃあクラウスに鍵を渡すということで、どこだ？メルゴダ飛んでいいのかな？うん。OK。飛びましょう。もしかして今回のメインクエストこれで終わりかな？うん。終わりかもしれないですね。大きい敵倒したしね。うん。ああ、よかったー。なんとか。なんとか、うん。無事に、ゴリアテ倒すことできました。よかった、ほんとよかった。もう、ほんとね、レベル、推薦レベルがギリギリだったので、ギリギリというかね、もう同じぐらいかな、うん、だったので、大丈夫かなと思ったんですけど、ああ、よかった。もう、みんな強いのでね、助かりました。まだ安心しちゃダメかな。完全に終わるまで安心しちゃダメかな。はい、リュータさんとヒデさんが、ジョブレベルが、55？ うん、ジョブレベルが55なんですが、55、まあ、上限なのでね、経験値がもらえないので、もったいないので、報告の時に、ジョブを変えてきますということで、ジョブを変えるみたいです。どうだろうね。次の段階の話をしよう。うん。なになに？どうなんだろうね。メインクエスト。お？
クラウスと話す。うん。封印は管理が行き届かずに弱体化している。うわ、つまり封印の解放と奴の完全なる覚醒。マジか。ディアマンティスが完全な状態で僕たちの前に現れたらもう勝ち目はない。うん、いやー、どうなるんだろうね、これからメインクエストはね。うん、ディアマンティスの命を封じるためにデオドールが作った命の器。うん、神殿へ戻ってそれを見せてジョゼフ様に相談してもらえないだろうか。うん、なるほどね。ごめんなさい、読んでました。オッケー。さて、じゃあ謁見の間に戻ってジョゼフに敬意を報告するということなので、さた、さ、さ、さて、うん、報告してきますか。で、リュウタさんは、うん、他のジョブで経験値が欲しいということなので、ジョブを変えてきますということみたいです。ヒデさんいいのかな？うん。ヒデさんも変えてくるなら、変えてきても、あ、言ってるかな？うん。うん、そこにいるのチャビだしね。オッケーオッケー。さてと、オッケー。じゃあ、謁見の間で合流しましょう。いやー、結構ね、すんなり終わったかな。もっと、うん、時間かかると思いました。なんだっけ、ズール?うん、とかね。モゴックとか、やってる時みたいに結構時間かかるんじゃないかなと思ったんですけど、いやー、もうみんながね、強いおかげで、あっという間に終わった気がします。よかった。オッケー、みんな集まったかな。オッケー。よし、じゃあ報告しましょう。クラウスたちはこの木に及んで私の判断を待つとって。やばい、ジョゼフがご立腹。うん、ねえ、この後どうなるんだろうね。よし、15,000経験値もらいました。もう無事ね、ファイターの経験値、ファイターのレベルも上がりました。やったー、やったー。いやー、助かりました。ちょっと待って、ヒデさん、ジョブ変えてくるってその格好のままで来た。もうそんなに急がなくてもよかったのに。びっくりした今。いやー、もう、はい。ね、ご協力ありがとうございました。おめでとう。いやー、ほんとね、もう助かりました。これで、あ、でもまだあるね、メインクエストね。うん、どこまで、どこで終わり。うわ、推薦レベル55。うわうわ、偉大なる錬金術師。これちょっときつそうだな。これ
メルゴダの地でディアマンティスとの決戦に挑む。これちょっとね。ちょっと心配なので、まあ、とりあえずね、メインクエストは、一つの動画で一つずつと決めているので、今回は、はい、今回は、ここら辺で終わりにしようかと思います。相変わらずね、ぐだぐだした動画にはなってしまいましたが、ほんとね、皆さんのおかげでサクッと終わることができました。ありがとうございます。この後ね、まあ、ヒデさんが今日はちょっと、用事があるということなので、これから何をするかというのはちょっと時間まで話し合って、まあ、動画を撮れたらまた撮っていこうかなと思います。はい。ということでね、ご視聴ありがとうございました。はい。皆さんもご協力ありがとうございました。それでは次回のドラゴンズドグマオンラインでお会いしましょう。バイニャーン。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録ボタンからポチッと登録お願いします。 Twitter は動画説明欄の URL からフォローお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。